どうも皆さん、トゼンライダーです。いや、残念なお知らせがありますが、実は妻のね、大型バイク購入にあたって、このね 250cc のねレブルちゃんがちょっとお別れとなるので、妻からバイクをお借りして、ツーリングにやってきました。今日はですね、新潟、山形方面のね、絶景とグルメをね楽しみながら、このレブル 250S エディションとね思い出作りをしたいと思います。妻のね、大型バイク、まあ、皆さんね大体検討はついてるかとは思うんですが、またね納車されたら、皆さんにご紹介したいと思います。でこのねレブルなんですが、まあ、購入したのが2021年の4月ですね。レブル乗りがスタートしたっていう形になるんですけども、このレブルすごくね乗りやすくて、いろいろね賛否両論はあるんですけど、まあ、私自身もね妻からお借りして乗ってましたが、本当に乗りやすいなっていうところはありますね。どのバイクもそうなんですけど、いいところもね、ちょっと気に入らないところもあると思うんでね、そういったところを考えてもね、すごく楽しんで乗ったバイクかなっていう感じです。で本当はねレブルにこの250もそのままね所有しようかなと思ったんですけど、実はですねレブルまだまだ人気があって、車取りに出してもねすごいいい値段でね買い取ってもらえることになったので、まあ、そういったところもあってね、このレブル250を手放すようになりました。まあ、そういったところでね、今日はこのレブルと楽しいツーリングをしていきたいと思います。ぜひね最後までどうご視聴よろしくお願いします。それではね、レブルラストラン行ってきます。さあ新潟県の新発田市にやってきました。新潟県道14号線を走行しております。まあ、新発田といったらね、東赤谷線のね、幻想的なスノーシェッド、行きたいなと思ったんですけど、今ねこの時期通行止めになってるみたいで、ちょっと行けないので残念なんですが、まあそこはね諦めて、これからですね新発田城かな、街中にあるねお城を目指して、ちょっと絶景をね楽しみに行きたいと思います。さあ新発田市の市街地にねやってきました。この通りもすごいね桜が綺麗ですね。これはお城と桜の景色もすごく楽しめそうですよね。もう少しでね新発田城ですね、頑張りました、新発田城到着しますね。目の前ですね、はい、新発田城到着しました。さあ皆さん、新発田城いかがだったでしょうか。すごいね綺麗ですね。桜もグッドタイミングの満開状態でとても良かったです。さてそれではですね、これからちょっと早いんですが、お昼ご飯をねで食べに行きたいと思います。で今日はまあ新潟なんでね海鮮丼も持ったんですけど、まあいつもね海鮮丼食べてるので、農家さんがやってるレストランがあるということで、今日は月岡ファームに行ってね、美味しい食事をいただきたいと思います。それではね行ってきます。いやー本当気持ちいいですね。のどかでいいですよね。この辺りは周りが田んぼなんでね、
まあ、5月の連休以降になるとこう水がね入ってまた景色も変わるのかな。しかしこのレブルいい走りすんな。もうね 250cc いいよね。やっぱね、やはりゴールドウィング乗ってると、まあ、小回りが効かない。いくらの低重心とは言いつつもやはり、まあ、レブルに比べたらね操作性は悪いのでどうしてもレブルにね乗りたくなるんですが、本当にハンドルも軽くていいですよね。さあそろそろかな。この福島型っていうのも少し気になったんですよね。まあ、福島県に住んでるので福島型っていうのも気になったんですが、今日はこの後ね山形の方にも行きたいので今回はちょっと福島型には行かず、あ、ありました、月岡ワクワクファーム、ちょっとね行って今日は農家さんセレクトのメニューをねいただきたいと思います。で今日平日なんでねやってるかどうかなんですよね。まあ、調べてはいなかったので、まあこういうところがねソロ2のいいところですね。行き当たりばったりで楽しむっていうのも本当に楽しいです。あった、見つけ。さあワクワクファームですね、到着しました。月岡ワクワクファームには世界一のものがあるということで早速行ってみましょう。楽しみにしていた農家レストランで食事をしようと思ったのですが、なんと閉店していました。他のお店も定休日と重なり残念な結果に。ということで今回はイタリアンレストラントラットリアオラハラクッチェで食事をしたいと思います。お店の名前のようにハラクッチェになるように今回はパスタランチを注文しました。それではいただきます。月岡ワクワクファームだったんですが、今日平日ということでねほとんどのお店が休みでですねシラス入りのねペペロンチーノを頼んだんですけど、美味しいパスタをいただきました。本当に平日のソロツーリングはついてないですよね。せっかくね新潟に来たので新潟のね海を見て、行きたいと思います。さあ新潟県のせいろ町かな、やってきました。さあさあ今日はね日本海をまず見てみましょう。ちょっとねせっかくなんでレブルとね海映えるところを探して、写真でも撮ってみたいな。おお皆さん正面海ですよ。あーいい感じだね、海のにぎわい感。あーいやいいね、おーちょうどいいんじゃないですかここね。車の乗り入れはご遠慮くださいっていうことでね、じゃあこの辺りでちょっとね、撮影してみたいと思います。いやー綺麗な海の景色を見ることができました。よいしょ、レブルちゃんも満足ですね今日はね天気もいいので本当にレブルさよならツーリングに
ぴったりのね、日になっています。ツーリングが最後になるのかなと思うと本当に寂しいですよね。まあ私のバイクじゃないんですけどね妻のバイクなんですけどね、私もちょっとお借りしてね乗っていたので悲しい反面、まあ新しいね、大型バイクまだね、皆さんにはお知らせしていませんが、まあ納車されてからね、詳しくお伝えしたいと思いますが、まあ、楽しみにね皆さん待っててください。これから山形ですね、山形の山寺の方に向かっていきたいと思います。旅の締めくくりは山寺のダムコーヒースタンドさんでちょっと美味しいコーヒーをいただいて、それからね福島の方に帰りたいと思います。それではね山形県の山寺に行ってきます。ん？何かある？お？なんかでっかい仏像みたいなのありますね。え、なんだろうね、牛久の大仏さんみたいなのがなんか見えますよ。ちょっと近づいてきたよこれ。何？ちょっと回ってみようか。え、なんだこれ、なんだろうこれ。うお、でか。何これ、うん、怖っ。いや、貴重なものをね、見させていただきました。どうもありがとうございます。これはベブルラストランだからきっと出会えたのかな。おー、すごい海沿いルートですね。うわー綺麗。まだまだ山形まではちょっと遠いですが、意外と新潟県を舐めてましたね。結構長いな。さあ頑張って行ってみましょうかね。国道113号ですね、山形方面に向かってます。すごいねこう赤い橋、いい感じの峠道ですね。正面の山もね真っ白、まだ雪は残ってますね。この川が綺麗だよね。去年はね向こう側から山形の方からね、新潟の方に向かってゴールドウィングでね走りましたが、こうやってね反対側から走ってみるとまた景色が変わって見えるのですごく新鮮ですね。さあここからね山形県小国町ですね。小国に入りました。で正面ねスノーシェットです。ですね、ゆっ、今度はグリーンの橋ですね。こうカラーバリエーションが豊富でいいですよね。あ、こっちは電車の黄緑ですね。黄緑の橋がやっぱりバイクと走ってとても合いますよね。そうですね、去年そこで写真撮りましたね。よいしょ、この黄色いね電車の方の橋がまた素敵な感じですよね。さあまたね赤いスノーシェットです。おお、山形に来ると雪結構ありますね。ちょうど窓みたいになってね雪景色が見れる。どうですか皆さん、綺麗ですね。うん、絶景だ。あ、なんかすごい寒い。なんだ、あ、すごい雪がめちゃ近です。なんか寒いと思ったらそうですね近いですね。
雪の壁ですよこれ。うわーすげー。おー寒い寒い。あーここ一段と冷える。うー寒っ。おー冷えますね。さあ山形県のね山寺に間もなく到着しますね。やっぱ新潟からですと下道で2時間ちょっと2時間半ぐらいかかったかな。結構かかりましたね。もう夕方になってしまいましたが、さあダムコーヒースタンドさんやってるでしょうかね。ちょっと平日なんでねすごい不安です。山寺もね紅葉の時期もいいですけど、こう春先のねまた雪が残ってる景色も綺麗ですよね。あやってるね。やったよっしゃ。さあダムコーヒースタンドさんやってましたね。助かった。いや2時間半かけて来た甲斐がありましたね。さあダムコーヒースタンド到着です。さあ山寺にあるダムコーヒースタンドさんに到着しました。お店の前で記念撮影をしてこれから美味しいコーヒーをいただきます。今回はホットラテとワッフルを注文しました。オーナーさんの愛情のこもったハート型のホットラテとワッフルをいただきます。オーナーさん、それから他のお客様とお話しすることができて楽しい時間を過ごすことができました。皆さんありがとうございました。じゃあどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。どうもありがとうございました。失礼します。いやダムコーヒースタンド間に合ってよかったです。途中でどうなるかなと思ったんですけど、ギリギリねお店やっている時間に間に合ってよかったです。美味しいコーヒーとねワッフルをいただいて楽しい時間を過ごすことができました。それからね前回お会いしたお客さんとねまた今回もお会いすることができて、まあ、楽しい話させていただき本当にありがとうございます。まあ、みんなでね写真を撮ったり、まあ、いろいろバイクについてお話ししたりもできたんで本当に良かったです。さあ今日はですねレブルラストランということで福島から新潟そして山形とねぐるっと回ってきましたが、本当はねもっと回りたいところもあったんですけど、新潟の大きさをねなめててちょっと時間通りに行かなかったところはちょっと悔いがね残っていますが、まあ本当にレブルラストランにふさわしいルートだったかなと思います。それからね妻のバイクなんですがもう納車時期が決まって、また皆さんにね改めて、ご報告したいと思いますので皆さん楽しみに、お待ちください。まあだいたい薄々感じてるとは思うんですが、ね、さあいい夕日が見えてますね。本当にラストランのエンディングにはふさわしい夕日ですね。さあ今回の動画はここまでです。最後まで動画ご視聴ありがとうございました。この動画を見てよかったら高評価やコメント、それからねぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。レブルラストラン山形のね夕日を見ながらお別れしましょう。それではまた。動画ご視聴ありがとうございました。
よかったら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた。